あ、暑かった。どうですか、レースを終えて。はい、いや、久しぶりにこういうレース走ったんで、最初カントリー戻すの厳しかったですけど、走っていくうちに慣れてきて、気がついたらチームにみんなきつそうだったんですけど残ってて、そのおかげでうまくチームで機能して、僕というよりチームが強かったですね。はい、みんな強かったんで、どこで行くかタイミングですね。僕このコース得意なんで、タイミングがすごいよく分かってたんで、力は一番だったとは思わないんですけど、タイミングと、まあ、力もみんなあったんで、その中からうまくいけたかなと。そうですね、この調子でとりあえずもう全部勝つ勢いでやっていきたいと思います。そうですね、中盤から序盤は結構様子を見てたんですけども、中盤からできるだけ上りでペースを上げながら他チームの出方を見て、その中で増田選手がやはり強いんじゃないかということで、増田選手の動きを見ながら展開を作りました。そうですね、途中の逃げで一気に数を送り込めたので、すごくそこで気分が楽になったんですけども、それだけにこれは絶対に落とせないというプレッシャーはありました。そうですね、やっぱりそこの逃げが分裂するときに数が送り込めたっていうのが一番の分岐点です。そうですね、次は全日本タイムトライアルに参加するんですけども、そこで全日本 TT の方は参加するの初めてなので、そこでぜひいい結果を出して。まあ、最後シマの4対、ブリッツで1位になっちゃって、まあ、勝てはしなかったんですけど、すごい最後の最後までもう食らいついて、全部シマノが波状攻撃するのを、なんだろう、最後までこう潰して潰して強さは示すことができたんで、まあ良かったです。まあ、あの展開ではベストな成績だと思います。そうですね、やっぱり今全日本に向けて本当に質も量も高いトレーニングを積んでいる状態なので、このまま全日本選手権に向けてどんどん調子を上げていきたいと思います。はい、優勝者にはこちらマジアのカップが贈られます。おめでとう。ありがとうございます。もうこのレース何回も、ね、ここのコース優勝されてますが、いかがでしたか今日は。やっぱりチームが強くて表彰台見れば分かると思うんですけど、はい、かなり有利な展開に持ち込みなので、その中から僕が優勝できて、はい、嬉しいです。さあ、すでにたくさんの方がこちら最後まで残っていただきました。ファンの方に応援メッセージいただいたと思うんですけども、はい、お礼を言っていただいてもよろしいでしょうか。力のある2名が飛び出したところで、はい、今年もこれから集団も活性化、はい、再びガロファロが激しく追走をかけ、はい、この動きで連集団の数は23名にまで絞られました。ありがとうございます。今日は選手おめでとうございます。さあ、続いてください。おめでとうございます。いや、ちょっと予想外で嬉しいです。まだまだレース続きます。守れそうですかね。いや、もう次ヒルクライムなんで有力チームの中では島野レーシング5名、愛さんレーシング4名、宇都宮ブリッツェンとブリヂストンアンカーが3名、はい、次から赤いそしてマトリックス2名の選手を先頭集団に残しています。まあ、そうですね、途中でホームストレートのところで逃げが決まってしまって、他の有力チームの、そして先頭集団はさらに分裂し、9名のリーディンググループが形成されました。それが敗因というか、宇都宮ブリッツェン、アイサン、マトリックス、ブリヂストン、なくなっトレンガルが1名なのに対して、はい、島のレーシングは4名の選手を送ります。割と平坦貴重なで得意なところなので、まあ他の有力チームに負けないぐらい元気よく全力で走りたいと思います。今日はまあ、朝調子悪かったので、会長に飛ばす先頭の9名はどれだけ後続との差を徐々に広げ、まあ、レース展開冷静に判断できるかっていうのがすごい重要でした。いやー、まあ今日は登れましたけど、ヒルクライムはまだ別次元の登りのスピードなので、まあ、ちょっと厳しいですけど、まあ、このジャージを着てスタートできるってことがすごく嬉しいです。そうですね、まあ、自分の得意なレースじゃないですけども、全力出して全日本につなげたいと思います。後続との差が大きい。